今ほど働く人が粗末に扱われている。こういう時代はないのではないか。このように思います。人としてではなしに、景気の調整イベントとして扱う。今こそ和歌山県政が、県民の雇用や暮らし、中小業者の皆さんの生活を守って頑張らなければならない。このように思いまして、立候補を決意しました。県政でもう一つ大切なこと。それは、県民が安心して暮らせる福祉を前に進めることではないでしょうか。子供さんの医療費、本来なら、県や国が責任を持たなければならないのではないでしょうか。少なくとも、中学校卒業までの子供さんの医療費、和歌山県の責任において、無料にしたいと思います。